2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したよ。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいな。さて今回は F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかという件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものだね。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたんだ。ところが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったので、当然の成り行きとして選定したということだな。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうぜ。この会社しかないのはわかっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのはちょっと邪推してしまうよ。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能なんだって。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だから、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているみたい。ここで F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくよ。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、橋家アルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって橋家を重要箇所に置いておくのは合理的かも。海自は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊群はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊群を両用船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊群を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこま抜いて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、
嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中 SAM 回ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし。F-35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロー船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロー船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろんな意見が見受けられたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだよ。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防衛費みたいな考えではないと信じたいところだが、橋家の利用についても高評価が多いと感じるけど、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるし、橋家自体は、普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど、どうなんだろう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になるのもわかるが、そのあたりは専門家がしっかりと考えてくれるはずだぜ。そうだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月28日、台湾南部の高雄市内にある台湾国際造船において、台湾が初めて自主開発して建造した海軍海鯤級通常動力型潜水艦の、一番艦の進水式が歳費で文総統出席のもとで取り行われ、新型潜水艦が正式に海鯤と命名されたよ。艦首が中華民国台湾国旗で覆われた海鯤の前で歳費で文総統は、歴史はこの日を忘れないだろうとした上で潜水艦の自主建造はかつて我が国においてはミッションインポッシブルとみなされていたが、今日我々が独自に設計建造した潜水艦が皆の目の前にあり、我々はミッションを成し遂げたのだと語ったようだな。
さて今回はそんな台湾の新鮮水艦である海鯤の建造に日本が関与した可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海鯤は2020年11月24日に国有造船会社の台湾国際造船で寄港されていたもので、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻建造する計画として、日本円で1兆6000億円の予算を組んだとされているよ。今回進水した海鯤は今後偽装工事が進められて各種の海上試験などが実施された後に台湾海軍に収益することになるが、その時期について歳費デフミ総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声も上がっているみたい。海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦に対する命名規則にのっとって海プラス動物名とされ、創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものなんだ。海鯤は全長80メートル、排水量2500トン3000トンの情報ありで、国産とはされているものの戦闘システムはアメリカ合衆国のロッキード・マーティン製のものが採用され搭載されているほか、魚雷もロッキード・マーティン製のものを調達する予定であるというぜ。台湾海軍では現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有して運用しているが、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しい海虎でさえ1988年に就役していて、その艦齢は36年に達しているな。このシャチは現時点の台湾海軍では虎の子とされている海琉球通常動力潜水艦の2番艦で、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートル、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射艦からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされて、現在においても通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに3世代前の潜水艦としてその全てが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であり、中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばず、中国軍の哨戒能力でも探知が可能と見られていて、さほどの脅威とはなっていないんだ。この海流級潜水艦はオランダのズバールトフ級通常動力潜水艦の改良型で、台湾海軍は当初スフェイエノールト社から6隻を購入する予定であったが、中国がオランダ政府に対して購入を阻止すべく強烈な外交圧力をかけたことによって、わずかに2隻のみの購入で終わってしまった経緯があるんだよね。その他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦に至っては、いずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたもはや骨董品ともされている存在なんだ。そのうちの1隻海氏は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され、基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 の艦体に、533mm 魚雷発射艦を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からに歪みがあることが発覚したた。金属疲労が随所にあることなどから水深20までしか潜れないとの噂が挙げられているな。そして、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが退役後に台湾海軍に売却されたもので、基本排水量1570トン、水中排水量2415トン、全長95、全幅 8.3 メートルと海市ほぼ同じ大きさがあり、兵装も533メートル魚雷発射艦10門を備えているが、現代の潜水艦では装備されていない5インチ砲 40mm 機関砲、20mm 機関銃が艦上に装備されたまま運用されていて、
全近代的な潜水艦として海市と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと見られているぜ。このように台湾海軍の潜水艦は海竜級2隻はまだしも、アシカとアザラシの2隻は寛令80年近くにもなることからとても戦力と呼べる代物ではなく、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないんだ。近年、イギリスから返還され一国二制度を約束していた香港をほぼ自国に飲み込んだ中国は、次は台湾とばかりに外交的及び軍事的な圧力を強めていることから、台湾では中国本土との間に横たわる台湾海峡の防衛における抑止力として、最新鋭の潜水艦必要であることを熟知していたが、ヨーロッパの潜水艦輸出国各国は主要貿易国である中国との摩擦を懸念して台湾への売却を拒み、台湾支援を表明しているアメリカ海軍では売却可能な通常動力潜水艦がもはや存在していないため、欧米や日本の潜水艦技術導入によって自国での潜水艦建造を計画することとなりその準備が進められていたね。この潜水艦建造計画では2500から3000トン級の通常動力潜水艦が計画されていたものの、それらを建造した経験のない台湾の造船業界にそれだけの能力があるかどうかは未知数であったことから、計画通りに8隻が揃うのは2030年以降になるのではないかとの見方もあったんだけど、2023年中に一番艦海根が浸水したことからそこまで遅延しないであろうとの見方も出ているよ。これには潜水艦の建造技術を持つ、少なくとも7カ国の海軍及び軍需産業関連企業などが台湾を支援しているものとみられ、先に述べたアメリカのロッキード・マーティン社の他にイギリスの企業もまた支援したとの情報があるほか、カナダ、韓国、オーストラリア、インド、スペインの5カ国から技術者、元海軍士官などを雇用したとロイター通信などが報じており、台湾のシンクタンクは潜水艦建造技術のうち6割は台湾独自のものだが、4割は欧米などからの技術輸入に頼らざるを得ないと指摘していたみたい。ただ、アメリカが台湾海軍に提供する魚雷ワンク48モドロク AT と呼ばれている高性能の大型魚雷で、中国海軍の空母や揚陸艦などの大型艦を撃沈する能力があるものの、オーストラリアやオランダに輸出されている最新タイプよりは旧型であり、このことをアメリカが中国を必要以上に刺激することがないように配慮しているのではないかとの見方があるな。また、海コンでは X 火事が採用されているが、この X 火事はそれまでの潜水艦の多くが採用している十字火事と比べて、火事の面積が広く水中運動性に優れているほか、待ち伏せ攻撃などで着底する際や岸壁に接岸する際に火事を損傷する可能性が低いことなどがメリットとされているぜ。日本の海上自衛隊の主力潜水艦においても双流型と対迎型にこの X 火事が採用されていることから、台湾の潜水艦開発に日本が関係しているのではないかとの噂が出ているんだけど、X 火事についてはそれ以前にスウェーデンで採用されるなどしていて、日本独自の技術ではないんだよね。また日本が支援したとするもう一つの根拠として、海コンの浸水式に日本の中台湾機構である日本台湾交流協会台北事務所の岡島博之副代表が出席していたことが挙げられているぜ。日本の代表ところのメンバーが、台湾の武器の引き渡し式典に出席した前例はない。そのため、日本の企業が台湾の潜水艦自主建造に何らかの協力を行い、それを日本政府も容認したのではないかというんだけど、これについても西側諸国が台湾を支援していることをアピールするためにアメリカ側から出席を要請されただけとの見方もあり、日本が台湾の潜水艦建造に深く関わったとする証拠にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、台湾を支配する野望を抱く中国は、南シナ海を一方的に自国の領海として、海域に浮かぶ島嶼を埋め立てて軍事基地を造成するなど、南シナ海に隣接する東南アジア諸国との間における圧力が強まっているよね。また、台湾の北に広がる東シナ海においても同様に、南西諸島の北にある尖閣諸島の領有権を主張を強め、
海警局の艦艇を尖閣諸島の領海やソレイの接続水域への侵入を繰り返し、沖縄やグアムに基地を置くアメリカを牽制する意味合いから、空母を含む強力な艦隊を南西諸島付近の公海を通過させて西太平洋に進出させるなど、尖閣諸島のみならず沖縄本島を含む南西諸島の領有まで視野に入れているかのように活発な動きを見せているぜ。さて今回は、海洋進出を強める中国の脅威に対し、防衛強化を進行している南西諸島について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は近年、対アメリカを念頭に置いた場合の自国の安全保障の概念として、第一列島線及び、第二列島線という概念を打ち出しており、特に第一列島線は九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインを指していて、中国の絶対的防衛線としてその西側中国本土側へのアメリカ軍の侵入を阻止するものとしているよね。この第一列島線に日本列島の一部が含まれていたことから、中国がこの概念を明らかにした際、日本と中国が友好関係にあると信じきっていた一部の日本国民が大騒ぎしたんだけど、この第一、第二列島線とは、そもそもアメリカが中国を封じ込めるための政策上設定された戦略ラインでもあり、それを中国が逆に踏襲したに過ぎないんだ。そして、第二列島線は伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアムサイパン、パプアニューギニアに至るラインとされ、一昔前の中国の海洋調査船は第一列島線付近までに止まっていたものが、近年では第二列島線付近でも調査を行っていて、このような海洋調査は他国の排他的経済水域内では行えない取り決めになっていることから、中国は第二列島線付近にある沖ノ鳥島について単なる岩礁であり日本の領土ではないとの主張を展開し始めて問題となっているな。この第二列島線は、台湾有事の際に、中国海軍がアメリカ海軍の増援を阻止妨害する海域と推定されていて、中国海軍はこれまでは沿岸海軍であったものが、曲がりなりにも正規空母3隻を保有することになってからは、日本や台湾を含む諸外国諸政権の実効支配下にある第一列島線を突破して、第二列島線まで進出することを念頭に置くようになり、ここ数年は空母を含む艦隊を大西洋にまで進出させて演習を実施するなどして、海洋海軍として変貌を遂げようとしているとみられ、その動向に対して国際社会が注目しているぜ。このように中国海軍においては、アメリカとの間で軍事衝突が発生した際にはアメリカ軍の、インド太平洋地域の一大拠点であるグアム基地に対して先制攻撃を仕掛ける可能性が高まりを見せていて、その際には日本の西南諸島を制圧して沖縄本島の米軍基地を破壊した上で航行の安全と補給拠点として、活用する思惑があると見られていて、自衛隊では西南諸島の島嶼防衛を重視する方針を強めているってわけ。このため日本政府と防衛省では、南西諸島への上陸作戦を展開すると見られる中国海軍を阻止するために、陸上自衛隊において旋回用地雷など独特の装備を開発配備してきたんだ。この旋回用地雷とは正式には94式右は地雷敷設装置のことを指していて、敵の着上陸進行が近いと判断された際に、上陸が予想される海岸線の右側に上陸部隊阻止用の地雷原を迅速に構築するために開発された装置で、防衛庁技術研究本部においては1987年度から右側地雷の研究及び1989年度からは、敷設装置の部内研究が開始されて、日本の自衛隊独特の兵器として1994年度に正式採用されたものだね。地雷敷設装置とその装置を搭載する水陸両用車で構成されていて、地雷敷設装置を搭載する車両は、水陸両用車で陸上走行のみならず水上構想が可能で、陸上走行時は折りたたまれている。側面のフロートを水上構想時には展開して水上に出して、車体を下部に装着されているスクリュープロペラ2機を用いて最高で6ノットでの航行が可能だぜ。フロートを展開することによって荷台が確保され、そこに右は地雷及び敷設用機器をセットして、車体後部より水上を航行しながら右は地雷を投下することができ、
投下用機場として上下2段4畳の計8畳から毎時72個の地雷を施設することができるらしい。敷設される94式右輪地雷は、地雷と呼ばれているものの、旋回2階上から巻いて敷設することから正しくは、対上陸用選定用の機雷とされていて、これには鎮定式と係留式の2種類があり、鎮定式の1型は直径 0.45 メートル重量 40kg の円盤型、係留式の2型は全長 0.65 メートル重量 45kg の円柱型で、これらは30メートル以上の敷設間隔で施設され、係留式の2型は水深3メートル以深のエリアに敷設されるよ。起爆装置は振動及び時期によって爆発する信管で、感度や作動までの感知回数などは、事前に設定が可能であるほか、敷設後に一定時間を経過した後は無力化される仕組みになっているね。また、南西諸島に接近してくる空母艦隊を阻止するための地対艦ミサイルの開発も進められていて、中国海軍艦艇への攻撃手段の一つとして、1988年からは88式地対艦誘導弾の取得配備が開始され、この対艦巡航誘導ミサイルを運用するための部隊として、陸上自衛隊において1992年から地対艦ミサイル連隊の編成も開始されたぜ。地対艦ミサイル連隊については、連隊本部1個に4個射撃中隊を核として、連隊本部管理中隊に捜索標定レーダー装置6機レーダー中継装置12機式統制装置1機が配備され、各射撃中隊は射撃統制装置1機が配備された1個式小隊と発射機装填機が1機ずつ配備された4個射撃小隊で編成され、地対艦ミサイル24発が配備されているな。2001年から2011年にかけては6個連隊が編成されていたものの、中期防衛力整備計画2005以降は整理縮小の対象とされ、2020年令和2年4月時点で5個が編成され、そのうちの3個は北海道第一特化弾令下に配置されたほか、東北と九州に配備されていたんだ東北方面特化隊西部方面特化隊令下。しかし、南西諸島海域への中国軍の軍事的圧力を受けて、南西諸島への配置の重要性が増し、使用するミサイルについても平成24年度から新型の12式地対艦誘導弾の取得が開始され、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、10年後には7個連隊を保持することが決定されたよ。そして台湾に近く尖閣諸島を管轄する石垣島に、陸上自衛隊石垣駐屯地が2023年3月に開設され、新編された八重山警備隊と宮古島駐屯地の第7校舎特化軍令下の第348校舎中隊に加えて、主力として県軍駐屯地熊本県の第5地対艦ミサイル連隊の第303地対艦ミサイル中隊が配備され、総勢約570人と車両約200両が駐屯しているな。第303地対艦ミサイル中隊は12式地対艦誘導弾が装備されたミサイル部隊であり、沖縄本島以外では奄美大島と宮古島に続いての12式地対艦誘導弾の配備となったぜ。この12式地対艦誘導弾は射程約 200km の長射程誘導ミサイルだけど、さらに射程 900km 最終的には 1500km の、12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が、令和3年2021年度から令和7年2025年度までの期間と、394億円の費用をかけて開発が進められているんだって。防衛省では2024年3月末に、沖縄県うるま市の勝連分屯地に第7地対艦ミサイル連隊を新編し、これまで南西諸島を管轄していた第5地対艦ミサイル連隊に代わり、南西諸島防衛用の部隊を束ねることにして準備を進めているほか、2025年3月には大分県の湯布院駐屯地に第8地対艦ミサイル連隊を新編して、さらなる当初防衛強化を図っていくとしているみたい。沖縄本島ではこの第7地対艦ミサイル連隊の新編の他に、普天間基地の在沖縄アメリカ海兵隊を、辺野古基地に移転させる動きに対して、沖縄県知事以下の反対派が重箱の隅をつつく反対運動を展開して、工事を妨害するなどしているけど、中国の軍事的脅威からの当初防衛対策と、
普天間基地周辺住民の安住のための辺野古基地移転対策は早急に必要であり、日本の国益を阻害する反対活動は慎むべきとの声が高まっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。